はい、おはようございます。ラスカルでございます。本日はですね、お好み焼きの食べ放題に来ております。というのも、本日訪れたお店が後ろに見えております。お好み焼き本舗さんでございます。で、本日訪れたお好み焼き本舗さんなんですけれども、今回はね、いろんなご縁がありまして食べ放題に参加させていただこうと思っております。で、通常メニュー以外にも期間限定メニューだったりとか、結構ね食材豊富らしいんですよ。もちろんね、あの名前の通りお好み焼きがメインなんですけれども、串カツなんかもあるそうなので、本日はね、その期間限定メニューや通常メニューをたくさんね食べ放題していこうと思います。それではもう中準備できておりますので、早速中入って食べていこうと思います。ということで、例えばね、店内の方に入ってまいりました。で、お好み焼き本舗さんね、食べ放題のメニュー以外にももちろん単品メニューも頼めるんですが、まあ、今回はね、オープニングでもお話ししたように食べ放題のメニュー注文していこうと思います。で、これね、食べ放題のメニューなんですけれども、2種類ありまして、スタンダードコースとプレミアムコースということで、今回ね、せっかくなんでプレミアムコース注文させていただきます。で、お好み焼き本舗さんね、もちろんね、自分で焼くスタイルのお好み焼きなんかもあるんですけれども、お店の方でね、焼いてもらって持ってきてもらうっていうおこほん焼きという、まあ、そういったねメニューもあるみたいなので、それはね後ほど注文しようと思うんですが、まあ、まずはね、動画的には自分で焼いてね、その姿を見せたいので、まあ、普通のお好み焼きを頼んでいきましょう。お好み焼きだけでも 1,2,3,4,5,6,7、お好み焼きだけで7種類あるみたいなんですけど、まあひとまず豚玉かな。豚玉と、あ、じゃあこれやっぱ食べ放題だから通常サイズとミニサイズ2種類あるんですね。そしたらまあ大食いなんでね、こっちで行かせていただきます。で、プラスアルファでね、この早出しということで、まあ、串カツ系はね、結構ね注文しても提供が早いみたいなんで、まあ、初っ端はねちょっと頼みたいなと思います。串カツって珍しいよね、これお好み焼き屋さんで。で、この中にも期間限定とかもあるみたいで、今で言うとこのアスパラベーコンとか、まあ、デザート系のクッキークリームってものもあるらしいっす、ね、よくわかんないんだけど、食べたことないから、まあ、ひとまず一発目なんで、通常の5種盛りを1つ注文させていただいて、さあ一発目の注文はひとまずこんな感じで注文させていただきたいと思います。ということで、ただいまね、注文させていただいたお好み焼きのメニュー第1陣到着いたしました。今回ね、注文させていただいたのがごちそうミックス豚玉ともちチーズ玉の、まあ、2種類でございます。ひとまずね、豚玉の方から焼いていこうと思いますんで、豚を、うん、よいしょ。粉もんとか食うのめちゃめちゃ久々かもしんないな。なかなかね、やっぱ僕も晩飯はお酒をメインに考えてしまうので、粉もので晩飯来ることが最近はねめっきり減ってしまいましたが、ちょっとね、うちもチビが生まれたので、これから増えるでしょうということで、事前練習ですね、家族に来る時の。またこの豚玉の豚がうまそうだ。よいしょ。お好み焼きってふわふわに作るのめっちゃむずいよね。ひっくり返すの苦手なんで、割れてしまったら申し訳ございません。で、その間にだ、もう一種類のもちチーズ玉でございますね。こちらも逆側で焼かせていただきます。でね、今ちょっと焼いている間にこちらの串カツも登場いたしました。でね、ご種盛りということで、何が入ってんだな、ちょっと、ね、食べながら紹介したいと思います。ひとまずそしたらいただきます。串カツ用にはこれね、ソースとスパイスがあるみたいなんで、ちょっとね、こちらの2種を使って楽しんでいきたいと思います。うまそう。いただきます。うん、うまっ。これね、串カツ揚げたてで提供いただけるんですけど、めちゃめちゃサクサク。まあ、絶対ね、お好み焼きも美味しいと思うんですけど、十分ね、この串カツの専門店でも全然いいぐらいめちゃめちゃうまいです。中身はレンコンと多分豚肉だったと思うんですけど、とにかくね、もうジューシーでサクサクでめちゃめちゃうまいですね。あ、うずら、うまっ。じゃあ一旦このね、スパイスもちょっと試してみたいと思うんで、これはエビですかね。うまっ。じゃあこれ玉ねぎかな。うん、ごめんなさい、さっきね、飲みがメインだからあんまりお好み焼き屋さん来ないっていう話したんですけど、この串カツ十分飲めます。最高にうまい。これ当てで十分だわ。じゃあちょっとね、そろそろね、この豚玉の方いい感じっぽいんで、ひっくり返していきましょうか。よっ、
ほい、わあ、いいんじゃないでしょうか。これベストなんじゃないでしょうか。こっちもいけるかな。よ、ほい、うまそう。でこれね、チーズの方はひっくり返した後にチーズ乗っけまして、でこれ蓋をしてね、蒸してくださいってことなんで、蒸し焼きにしていきたいと思います。でお好み焼き本舗さんね、これソース2種類ありまして、まずこれ基本の濃厚甘口ソースと、でこちらの黄色い方が大人の濃厚中辛ソースということで、どっちも試したいんだけど、ひとまずこのね基本の濃厚甘口ソースでいかせていただきたいと思います。失礼いたします。いいよ、これですね。じゃあちょっと豪快にマヨネーズも。うわ、うまそう。もう正直この絵をね、うまそうに撮れただけで今日の仕事はもう終わりだと思ってる。もうこれで OK。 もうあとね楽しんでいきましょう。さいの目に切らせていただきます。よいしょ、めっちゃうまそうだなこれ。いただきます。正直ね、想像以上に生地ふわふわでめちゃめちゃうまいわこれ。食べてる間に焦げちゃうといけないので、これね、もちチーズの方も開けていきましょう。いやこれどんな感じに仕上がってるんだろう。失礼いたします。オープンと、うわー、チーズこれやばいな。そしたらこっちはね、こうチーズ系でまったりしてると思うんで、あえてねこの大人の中辛ソースで攻めたいと思います。うーわーはい、これでもちチーズいかがでしょうか。これなんだかんだ結構2枚ともうまく焼けたんじゃないですか。うーわー、ちょっとこのもちとチーズ伸びてる感じやばいな。いただきます。あ、おいしいし、しかもこの中辛ソースにして大正解かも。餅とねチーズの感じがすごくまろやかになってるんで、こうね、まあ、ピリッとしたというかスパイスの効いたソースの香りがものすごく合います。うん、うまっ、ということで、ただいまね第一次に注文させていただきましたお好み焼きと串カツ完食させていただきましたので、まだねお腹ペコペコでございます。これ先ほどもちょっとご説明させていただきました名物のおこほん焼きという焼いてね提供していただけるメニューがありますので、そちらを全品注文していこうと思います。でこれねおこほん焼き4種類今あるみたいで、3種は、通常メニューなんですけれども、一番左上にあるエビタルタルに関しては期間限定みたいで、今回ねこちらの4種すべて1品ずつ注文していきたいと思います。で今ねおこほん焼き注文いたしまして、こちらの提供がねだいたい10分から15分ぐらいかかるらしいんですが、その間にねちょっと皆さんにお得な情報というか、お知らせしたいと思いまして、単品メニューでも食べ放題メニューでも1品ね注文していただきますと、綿菓子とかき氷、こちらがねセルフサービスで作り放題っていうことなので、今ね注文しましたおこほん焼き待っている間に綿菓子を作っていこうかなと思います。今ね来ました。こちらがですね綿菓子とかき氷のコーナーでして、結構ねお子さんにも大人気らしいんですけれども、むしろお父さんがうまく作るのが醍醐味ですから、僕もお父さんになりましたから100点の綿菓子を作っていこうと思います。はいはいはい、こんな感じ。あ、もうちょっと早い早い早い、もう来てるよ、もう来てる、もう来てる、もう来てる。むずっ、これで合ってますいいんじゃないでしょうかこれ。すいません、これいつまで出てきますこれどこまでがゴールなんでしょうかちょっとこんな感じかな。じゃあはい、ちょうどいい感じになりました。これ成功なんじゃないですかこれ。多分100点満点の綿菓子できたんで、ちょっとこれ向こうで食べていこうと思います。綿菓子作ってきたんですけど、おこほん焼きが完成したみたいなんで、いただいちゃいたいと思います。ありがとうございます。こんな感じで来るんですね。うわ、うまそうこれ絵力やばいですねはい、うお、すげえ。はい、OK です。ありがとうございます。
ということで、ね、今ねおこほん焼き来たんですが、これ注文していただくと今みたいにねこのマヨネーズかけのパフォーマンスもしていただけるみたいで、ちょっとひとまずこれね先に作った綿あめもいただきたいと思います。この綿菓子なんか子供の頃の夏祭り以来食ってないと思うんですけど、久々に食うと美味しいね。そしたらね、ひとまず最初にこちらでございますね、おこほん焼きトマトとチーズということで、洋食っぽいようなおしゃれなメニューですけど、ちょっとこれいただきます。めっちゃうまそう。あ、うまっ。あ、うまっ。味も想像と違って、どっちかっていうとソース系よりかは酸味の効いたデミグラスソースみたいな、かなりね濃厚な味になってますね。これはね多分ね女性大好きな味だと思う。うまいわこれ。ちなみにね今食べて気づいたんですけど、このおこほん焼き、まあ、通常いわゆるお好み焼きではなくて広島焼きに近いような、生地と生地に具材が挟まってるようなお好み焼きになってるんで、よりねこのお好み焼きの生地のうまさとか具材のうまさがねダイレクトに伝わるんで、普通のお好み焼きももちろん僕好きなんですけど、このおこほん焼きめちゃめちゃ好みです。ということで今ね1枚目のおこほん焼き、まあ、トマトとチーズですね完食させていただきました。そしたら2枚目にいただくのがこれ手前にあります豚と月見ネギということで、これねこの黄身割っていくシーン皆様にお見せしたいと思います。これいいよ。いかがでしょうかこれ。やばいね。ちょっと贅沢にこれ黄身が乗ってる真ん中の部分から一番美味しいところいただきますねこれ。黄身これめっちゃうまいなこれ。甘みのある生地にネギの清涼感がものすごく合います。これまたねこのできたすぐだともちもち系の生地なんですけど、鉄板に置いとくことでカリッとした生地にも仕上がって、これねまたこの変化が楽しいんで、ゆっくり食べたりとか、まあ、何枚かで一気に頼んでそのね変化楽しむ方がすごく楽しめると思います。ということで、ただいまね、これ2枚目も完食いたしましたんで、次のおこほん焼きいきましょう。期間限定であります、おこほん焼きエビタルタルいただきたいと思います。じゃあちょっと早速これタルタルね、いっちゃいましょうか。これまたちょっと、一番ジャンクな組み合わせですね。うまそう。うまー。これあのね、正直、嫌いな人いるのってぐらいうまい。またねマヨネーズと違ったこのタルタル独特のコクがあるんで、よりね普通のマヨネーズよりも食欲が出てくる感じ、マジでうまいっすこれ。でもなんだかんだもうこれでお好み焼き5枚目。あのね正直お腹の減り具合で言ったらマジで1枚目ぐらい、ずっとね美味しすぎてずっとお腹空いたなって気持ちがありますね。これ僕だけかわかんないですけど、鉄板焼きとかお好み焼き来るとなんか食べ過ぎちゃいません？粉もんなのにめっちゃ食べちゃうんだよね。おこほん焼き3種類目完食でございます。最後のねこの4種類目いただいていきましょう。最後にいただきますおこほん焼きが海鮮と豚ということで、まあ、最初にいただいた、まあ、ミックスの中身と一緒ではあるのかな。ただまあ焼き方がね全然違うので、これの変化楽しんでいきたいと思います。いやまたこのちょっとさゲスト良くない？結構テンション上がんなこれ。ちょっとこちらもいただきます。この中に入っているわけじゃなくて、上にかかっているこう火の通りきってないネギ、こ
これがね、やっぱり粉物にめっちゃ合うんですよね。うまっ。うん、正直あの好みの焼き物1位これ更新したかもしれない。うん、これ最後の一切れでございます。これ最後までねめちゃめちゃ美味しかったんで、これがっついていきましょう。はい、ということで、本日もね無事こちら完食でございます。ごちそうさまでした。ということで本日はですね、お好み焼き本舗さんでこれ食べ放題のメニューでありますこのお好み焼きとおこほん焼き、まあ、それに串カツなんかもいただいてきたんですが、めちゃめちゃ美味しかった。本当はねもっと紹介したいんですけれども、ただいま撮影も1時間以上回っておりまして、まあ、尺的にねこの辺りで紹介を終了しようかと思います。本日ね紹介しきれなかったもので、まあ、もんじゃ焼きだったりとか、他にも串カツの限定メニューだったりとか、いろんなね、たくさんのメニューございます。ファミリーのお客様はもちろんのことではございますが、一人のねお客様でも楽しめるメニュー多彩にございますので、ぜひね皆様にもこちらのお好み焼き本舗さん楽しんでいただければと思いますし、今回ね、まあ、1時間撮影をしましたが、こちらの食べ放題の時間約100分で、ラストオーダーが20分前になるんですけれども、まあ、80分は注文できて100分まで食べれるということは、僕もね1時間でこんだけ6枚食べれましたし、普通の方でもね、まあ、十分問題なく楽しめるかと思います。いやちょっとね本当はぶっちゃけデザートとか、まあ、車じゃなければねアルコールとかも飲みたかったんだけど、まあ、ちょっとね改めて、撮影抜きにして、うちのね娘さんと嫁さんと3人でね、家族で楽しんでいきたいと思います。ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画だったと思ったらチャンネル登録コメント高評価お願いいたします。じゃあね。